神様のお正月。神様は雲の上にたった一人で住んでいました。もうすぐお正月。今年も一人ぼっちか。毎年お正月になると、新年をお祝いしているみんなを雲の上から眺めていた神様はため息をつきました。わしもみんなでワイワイ楽しい年を祝いたい。お正月のことを考えてとっても寂しくなった神様は、今年こそ誰かと一緒にお祝いしようと決めました。しばらく考えた神様は、ただ遊びに来てもらうだけでは申し訳ないな。そうじゃ、自分の家に来てくれた順に大将にしてあげよう。大将になれるお祝いと新年のお祝いをすればきっと楽しいぞ。神様は早速手紙を書きました。今年のお正月、神様に新年の挨拶をした順に全部で12の生き物をその年の大将にしてあげますと。神様はウキウキしながら家の場所も一緒に封筒へ入れました。世界中の生き物に手紙を出した神様は、これでお正月が楽しくなるぞ。みんなを迎えるために家の掃除を始めました。誰かのためにする掃除は楽しくて、あっという間に家中ピカピカです。ゴールも作ろう。神様はみんなが到着した時のためのゴールを作り始めました。大きな板でゴールのゲートを作ると、ペンキでゴールと書きました。玄関に立てるとあっという間に夕方です。大急ぎで年越しそばを作った神様はワクワク待ちきれません。もうすぐみんながやってくるぞ。楽しそうにニコニコあっという間に食べてしまいました。そしてついに1月1日になりました。明けましておめでとうございます。次々に動物たちが到着すると、神様は嬉しくて嬉しくて、よく来てくれた。さあ中でゆっくり休みなさい。君に会えて嬉しいぞ。ゴールをくぐるたびに動物たちに声をかけました。ネズミに牛に虎にウサギ、タツ、ヘビ、馬、羊、猿、鳥、犬、イノシシ、全部で12の動物が集まると、さあ新年のお祝いを始めよう。早速みんなでワイワイおせち料理を食べ始めました。すると突然神様がシクシクと泣き始めたのです。驚いた動物たちが訳を聞くと、こんなに楽しいお正月は初めてで嬉しいんじゃ。神様はみんなにどうして手紙を書いたのか訳を伝えました。それを聞いた動物たちは、毎年新年の挨拶をしに来るよ。来年もみんなでお祝いしよう。神様にまた来ることを約束しました。こうして一人ぼっちだった神様は一人ぼっちではなくなりました。遊びに来る12の動物の大将はエトと呼ばれるようになり、毎年お正月になるとやってきて、みんなで楽しくお正月をお祝いするようになりましたとさ。おしまい。お正月探検。お正月には不思議がいっぱい。1月1日この日はおはようじゃなくて、明けましておめでとうございますから1日が始まります。
今日は元旦といって、新しい一年が始まるお祝いの日だからよ。3歳になったばかりのゆなちゃんに、ママは言いました。ゆなちゃんが首をかしげていると、お兄ちゃんは、お正月探検しようか。ゆなちゃんの手を引っ張り、キッチンへ向かいました。これはおせち料理だよ。神様のお供え物で家族の幸せを願うものなんだ。ゆなちゃんとお兄ちゃんはこっそりかまぼこをつまみ食い、それから部屋へと向かいます。次はこれ。お兄ちゃんが神棚を指さすと、お餅が飾られていました。これは鏡餅。これも神様のお供え物で、一年間いいことありますようにって意味なんだ。鏡餅って雪だるまみたい。次は玄関へやってきました。これ知ってる？ゆなちゃんが首を横に振ると、お兄ちゃんは、竹の飾りは門松。神様が家に来るための目印なんだよ。こっちの縄は締め飾り。神様が来ても大丈夫な神聖な場所ですよって意味があるんだ。と教えてくれました。お兄ちゃん、何でも知ってるね。ゆなちゃんが手をパチパチすると、学校で習ったんだ。お兄ちゃんは得意げに言いました。部屋へ戻っておせちを食べると、書き初めの宿題があったんだ。お兄ちゃんは習字の準備を始めました。書き初め、ゆなもやる。お絵かきだと思ったゆなちゃんは大喜び。これはお絵かきとちょっと違うんだよ。字がうまくなりますようにって、願いを込めて文字を書くんだ。お兄ちゃんは真剣な顔で、とら年と書きました。ゆなちゃんもその隣で真剣な顔。お兄ちゃんに筆を借りると、唯一書けるひらがなのしを書きました。これでゆなも今年はたくさん字が上手になるね。それを聞いたゆなちゃんは、お正月大好きとにっこりしました。おしまい。十二支と猫。昔昔、もうすぐお正月だという寒い冬、猫のもとに神様から手紙が届きました。猫は文字を読むのが苦手だったので、家に遊びに来ていたネズミに手紙を読んでもらうことにしました。これ、読んでくれないかい？いいとも。手紙を受け取ったネズミは、中身を見てびっくり。1月1日の朝、挨拶に来た動物を順番に大将にする、と書いてありました。でも、自分が一番になりたいと思ったネズミは、猫に嘘をつきました。7月2日の朝、挨拶に来た1番から12番までの動物を順番に大将にする。だってさ。それを聞いた猫は首をかしげました。7月1日に神様はみんなの家に来て挨拶をするのに、2日にまた挨拶をするのかい？
神様だってたまには自分の家に来てほしいんじゃない？ネズミはそう言うと、そそくさと家へ帰っていきました。1月2日までまだ何日かあるな。何も知らない猫は玄関に門松としめ縄を飾ったり、神様と食べるおせちを作ったり、大掃除をしたり、バタバタとお正月の準備をしていると、あっという間に大晦日の夜になりました。猫は年越しそばを食べて、ゴーンゴーンと響く除夜の鐘を聞きながら、ぐっすりゆっくり眠りにつきました。次の日の朝、神様の家には次々と動物が集まっていました。ネズミは一番になるために大晦日の夜に出発したので、一番に到着することができました。2番は牛、3番は虎、13番目のカエルは大将になれないことが悔しくて、もう帰ると帰っていきました。その頃、猫はいつも来る神様を待っていましたが、なかなかやってきません。おかしいな、みんなのところにいるのかな。猫はネズミの家へ行ってみました。でも誰もいません。牛の家へ行っても、虎の家へ行っても、やっぱり誰もいません。おかしいな、みんなどうしたんだろう。猫は首をかしげました。みんながいないことを不思議に思いながら家に帰った猫は、たこ揚げをしたり、駒を回したり、服洗いをしたり、お正月遊びをしてみましたが、一人じゃ全然楽しくありません。すると、そこへカエルがやってきました。一緒に遊ぼうよ。猫はカエルを誘うと、羽つきをしたり、カルタをしたり、すごろくをして遊びました。楽しく遊んでいると、突然カエルが不思議そうに言いました。ところで、猫はどうして神様のとこへ行かなかったの？挨拶に来た12番目まで大将になれたのに。僕は13番目だったんだ。とっても悔しいから帰ってきちゃったよ。それを聞いた猫はびっくり。神様の家へ行くのは明日じゃなかったのかい？何を言ってるんだよ。手紙読んでないの？挨拶に行くのは今日だよ。ネズミが一番に挨拶に来たから、今年はネズミが大将なんだ。それを聞いた猫は急いで神様の家へと向かいました。神様の家に着いた猫はネズミを見つけると、よくも騙したな。そう言ってネズミを追い回しました。その日からずっと怒っている猫は、今でもネズミを見るとついつい追い回してしまうのです。おしまい。おせち料理。大晦日の日、重箱くんはそわそわとしていました。早くおせち料理のみんなが僕の中に入らないかな。おせち料理は神様を迎えるために用意するお正月のごちそうです。一つ一つに意味がある、とっても大切なものなのです。ねえねえ重箱くん、そろそろ中に入ってもいいかな。
もちろんいいよ。まずは1段目、神様にお願い事をするおせち料理のみんな、どうぞ。重箱くんが嬉しそうに言うと、早速おせち料理たちが重箱くんの中へ入ります。黒豆豆に働ける。ピカピカ綺麗な黒豆くんたちがポンと重箱くんに入りました。お米をたくさん食べられる。ちっちゃくてかわいいお魚でできた田作りくんたちもみんなでぴょんと入ります。お金がたくさんやってくる。黄色がきれいな栗きんとんちゃんもポーンと中へ入ります。やりたいことがうまくなる。ぐるぐるきれいなだてまきちゃんもみんなでポンポン入ります。ちょっとぎゅうぎゅうになってきたな。みんな少し詰めて詰めて。重箱くんが言うと、中のおせち料理たちはぎゅーっとみんなで詰めました。よし、これでもう少し入れるね。どうぞ。空いた隙間に、かまぼこ紅白おめでたい。かまぼこちゃんたちがピンクと白順番に並んで入ります。昆布巻き昆布は喜んぶ。テカテカきれいな昆布巻きもみんなで仲良く入ります。そろそろ限界だよ。重箱くんが苦しそうに言うと、みんなはまたぎゅーっと詰めました。やっとできた小さな隙間、子供にたくさん恵まれる。カズノコちゃんがぴょこんと次々に入ります。重箱くんの中身はもうパンパン。私たちも入れて。長生きの意味があって大切なのよ。エビちゃんたちが困っていると、幸せたくさん重ねよう。重箱くんは嬉しそうに2段目を開けました。早速エビちゃんたちは、曲がった腰は長生きのシンボルよ、嬉しそうに中へ入ります。たくさん幸せやってくる。タコくんたちもにゅるっと中へ入ります。タイはめでたい、おめでたい。タイくんがドーンと中へ入ると、重箱くんの中はもうパンパン。幸せどんどん重ねよう。パンパンになった重箱くんはとっても幸せそうな顔。家族が仲良く結ばれる。次の段に鬼しめさんが入ります。すくすく大きく育ちましょうと、たけのこくん3段4段と重箱くんが積み重なっていきます。ついに5段目。あれ、もう中に入るおせち料理ないよ。みんなが心配そうに重箱くんに言いました。大丈夫、5段目はね、このままでいいんだよ。神様にもらったものや幸せを貯めるために開けておくんだ。そう言って重箱くんは蓋を閉めました。誰が最初に食べてもらえるかな。ああ、お正月が待ちきれないわ。みんなひそひそ楽しくおしゃべり。特別なお正月がやってくるのを重箱くんもおせち料理たちも
ウキウキワクワク待ちました。そしてお正月の朝、うわー、きれい、おいしそう。重箱くんを開けた子どもたちのうれしそうな顔。重箱くんとおせち料理たちはうれしそうな子どもたちの顔を見ながら、残さず食べて素敵な一年を過ごしてね、そう心の中でお願いしました。おしまい。